題のニュースに鋭く切り込むゆっくりずんだもんニュースです。ロゴ、ボッスンとスイッチ、スイッチウォッチに登場。今週のジャンプの話だからネタバレ注意してね。2月13日発売の週刊少年ジャンプ2023年11号で連載中の漫画ビッチウォッチスケットダンスのキャラクターボッスンとスイッチが登場しました。以前は姫子が主人公たちの高校の臨時の教師として登場したわね。詳しくは概要欄の動画から。ジャンプでビッチウォッチが2周年を迎えたからスケットダンスとクロスオーバーしたのだ。作者同じだもんね。ていうか姫子の時も思ってたけど、ボッスンたちが大人になったとはいえこんな顔だっけ。なんかシュッとしすぎてるというか。スケットダンスが2013年に連載終了したから記憶が曖昧だけど、まあこんな感じだったような気もするのだ。適当言ってない。でもボッスンがゴーグル装着した時、ああこういうキャラ設定だったなって当時の記憶が蘇ってきたのだ。設定とか言うな。だけどスイッチなんて普通に喋ってるどころか大声で笑ってたしね。いい意味で3人とも変わったようで変わってなかったわ。いい感じに締めてくれてありがとうなのだ。それではネット上の反応です。ボッスンと姫子の再登場は良かったな。自分の青春が詰まったスケットダンス読み返すか。会社の休憩室で喋ってる人がスケダンビッチウォッチの話してるんだけど、ボッスンかっこいいとか言ってる。ビッチウォッチめっちゃ良かった。ボッスンとスイッチイケメンすぎ。正直ビッチウォッチがスケダンの作者って最近知ってびっくりした。今週のやつ良すぎる。スイッチがあんな笑ってるの見るのすごい感動。スケットダンス小中の頃夕方ずっと見てた。2週にわたったスケットダンスとビッチウォッチのコラボ回、この話が収録されている巻だけ購入してスケットダンスの横に並べようと思いました。スケダン読んでた人は絶対に読んでほしい。胸にくるものがあります。スケダンは少ししか読んでないけど、結婚するんならボスみたいな人がいいと言い続けてた私としては今週はヤバかったね。スケダン回ありがとう。お酒飲んで爆笑するスイッチとか普通に泣いてしまう。ビッチウォッチも2周年おめでとう。ありがとう。ビッチウォッチをより深く知るべく、我ら探検隊は自宅の未開アマゾンへと赴き、スケットダンス全巻を発掘することに成功した。スイッチ喋るようになったんか。途中で止まってしまっている。スケットダンス完結が10年前ってこと知って恐ろしくて震えた。ジャンプを見たらスケダンがやっていた。何を言ってるのかいかやく。ビッチウォッチはスケダンみたいなシリアス回がほぼないからおすすめなのだ。ちなみに今ウォッチ公式ツイッターでスケダンを何話か読めるのだ。しっかり宣伝を忘れない動画投稿者の鏡。それでは本日のゆっくりずんだもんニュースは以上です。良い一日を。